輝く笑顔、住み続けたい街品川。その言葉が表すように、この街には笑顔があふれています。その中心にいるのはいつも子どもたち。その姿はいつも時代を象徴しています。平成28年2月12日、伊東小学校で卒業生による授業が行われた。戦争を語る会として活動している伊東小学校卒業生たちは、毎年後輩たちに向けて自身が体験した戦争の記憶を語り続けてきた。ね、突然西の方で火の手が上がったんです。よく見てましたら伊東小学校が燃えてるんです。それがもうメラメラと燃え出したんです。なんで兵隊さんがあんなにいるのに、なんで伊東小学校は焼けちゃうの。私の母校ですからね。そう思った時にもう耐えられなかったです。はっきり言って明日からじゃない、今からどうやってって、その時の気持ちは今でも忘れられません。私が伊東小学校の卒業生にお会いしたのは平成27年の8月でした。こんな掃除時代の階段、これだ、階段、ね、これが残ってるってことですよね。残ってる、なんか寂しかったな。いやでもすごいですね、これだけ、ここだけが焼けなくて、うん、未だに残ってんだこれ。笑顔で話し始めてくれた菱山さん、今とは全く違う昔の小学生たちの話。これは当時の教科書。この時は私が知らない昔の話を聞けるということへ少しワクワクした気持ちがありました。お父さんはこの小学校の卒業生なんですよね。昭和15年にいて、昭和16年国民学校になって、20年に伊東国民学校卒業したんです。これそれでここの学校が昭和20年5月に4日に焼けちゃったの、うん、あ、ここですか。これ国民学校、これ兵隊さんがいたわけど、兵を消さないどっか逃げちゃった。それでうちのおふくろがその時亡くなっちゃったんだよ。僕もいたんです。私とおふくろと妹が3歳ぐらい。それでいたら焼けてきたから、親父が「あま出てこい」って言われて、外に出たのが海の月。あのこういう塊の焼夷弾の支えるやつが屋根から滑ってきたの。アパレル屋の4軒長屋のあれパッて屋根刺さってくれればよかった。その屋根から滑ってきておふくろの首がこうなくなっちゃった。私と1メートル違う。私は前にいた。菱山さんのお母さんは防空壕を出たところで焼夷弾が直撃。目の前でお母さんを失うという菱山さんの悲しい出来事に、私は言葉を失いました。戦争、本の中でしか目にすることのない遠い昔の自分には全く関係のない時代の話だと思っていたその出来事は、確実に私たちが生まれるほんの少し前に起こった事実。貴重な話を聞けるということに浮き足立っていた自分に、情けなさのような苛立ちのような何とも言えない感情が湧き起こっていました。大体この辺になると思いますけどね。あ、この辺で。この辺に飛行機。鈴木さんもまた子供の頃に
戦争の怖さを目の当たりにした一人です。間近で戦闘機が落ちたところを見た時っていうのは、置いたとか逃げてるの僕ら。あ、ここでも逃げてたから。これで要するに建物の下こういうふうに隠れてたもん。機銃照射でバラーッと来るでしょ、うん、こっち方の方にみんな長官の人たちみんな働いてるから、うん、こちら側の方を機体でその機銃照射を、打ち込んできた、うん、で僕らはその奥の方で建物の陰に潜んでいて、それからダラダラーッと、流れ弾がずーっと打ち込んでくる、うん、時にまあその辺から打ち込んできてこう引っかかっちゃったんだね。それから電信柱に引っかかってそれ衝撃で落っこったから、うん、そんなにまともに突っ込んだらば燃えたんだろうけども燃えてなかったからまあそんなに衝撃じゃなかったんだろうと思うよ。この絵は品川の戦争の様子を絵画として残している小島義和さんが描いた戦闘機墜落の様子。戦闘機からは2人のアメリカ兵が出てきて憲兵によって連れて行かれたとされている。戦闘機墜落、家族の死。今もし私がそんな場面に直面したら、当時の子供たちはどんな気持ちで戦争という時代を過ごしていたんだろう。絶対に普通じゃいられない。話を聞けば聞くほど当時の子供たちの気持ちが気になりました。お母さんも前は通われていた学校なんですよね。はい、そうです。小学校ではありませんでしたけれど、はい、じゃないってことは、はい、当時は私が入学した時は中延国民学校と、昭和16年の4月1日から小学校が国民学校の名前に変わったんです。そして戦争が終わって22年の3月卒業したのも中延国民学校なんです。国民学校の当時にその戦争が起きていた、うん、そうですね。あの4月に入学しまして、その年の12月8日に朝ラジオの勇ましい音楽とニュースでびっくりしました。聞いた時っていうのは、いや、その時はもうワクワクしましたよ。ワクワク、だってもうその前から戦争の体制っていうのはできていたわけですもの。あの頃にあの戦争に反対だって思ってた人、あの戦争をいけない戦争だ、戦争しちゃダメだなんて思った人がどれだけいたでしょう。私なんかでも、私たち子供でも周りの大人でもやったやったっていう感じでしたもんね。昭和16年3月、国民学校令の交付により小学校は国民学校に名を改め、国家主義を色濃く反映した教育が実施された。国民学校生徒は小国民と呼ばれ、軍国少年、軍国少女に育成されていった。5年の夏休みに入って8月15日朝からあの重大放送があるということで、いわゆる玉音放送を聞いたんですけれども、ガー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 言ってて何を言ってるか全然分かりませんでしたね。必死の覚悟で最後の一戦頑張れって、そういう天皇の言葉よねなんていうことを言ってたんですよね。でしばらくしたら先生から、今のは天皇陛下の言葉で日本は負けた、戦争が終わったっていうことなんだ、放心状態でしたね、無気力、うん、それは負けたっていうことに対して、うん、だってもう最後まで日本が負けるなんていうことは100分の1も疑いませんでしたもん。
だから日本が勝つまではこの疎開したここで頑張るんだと思ってたわけですから、今でも覚えてますけどね、申し訳ないってことを思ったんですよ。申し訳ない。そして思うことは、教育の力っていうのは恐ろしいと思う。もう白紙で、ね、国民学校の1年生で白紙で入ってきたあの私たちにもう全くの軍国主義教育を叩き込んだわけですから、他の考え方なんていうのはもうできなかったわけですよ。非常に良心的な先生、ね、戦争中は、ね、天皇陛下万歳、ね、日本のあの戦争を加担してる教育をしていたものが手のひら返してね、今度は民主政治だ、そういうような政治はできないって言って教壇を去られた先生もいらっしゃる。まあ知らないで通ってしまいましたけれどもね、やっぱり知るということが一番の力です。でそれが分かってからは自分でやっぱり知らされないことって多いですからね、自分から知らなければいけないと思っていろいろ勉強はしました。石田さんは教育の大切さを痛感し、教師になられました。知ることの大切さ、戦後70年、当時の子どもたちから今の子どもたちへ、戦争を伝える活動は各地で行われました。青森県へ疎開いたしました。あんまりね、疎開児童のことなんて構っていられないという雰囲気のある町でしたから、食料を調達するのも先生方は大変苦労したんじゃないかと思います。で、私たちもそのおかげでもって食料の買い出しのために随分遠くまで歩かされました。子どもたちはどうやって生きていこうかという心意気を表したわけなんですね。疎開をしました。疎開ね、田舎に物がありませんね。もうお米なんかないからね、今ではお帰りですね。そのこれから戦争に行かなければいけないという先生が通りかかったんです。で私はその先生にパッとその時、先生戦死するんでしょって聞いたんです。それぞれの人にとって最も大切なお父さん、お兄さん、子供、あるいは恋人、そういう人たちを戦地に送り出すことがどのくらい悲しいことかっていうのは、私にはその時全然理解できなかったんです。だから素直なその小学生の頭っていうのは何でも吸収できますから、だから皆さんこれから大きくなるにつれていろんなことを勉強すると思いますけど、自分の頭の中で常に世の中の動きというものをこれで正しいのかどうかっていうことを考えられるようにだんだんと成長していってください。以上です。宮前小学校卒業生の中野さんは、疎開先だった奥山で当時の思い出を語りました。皆さんおはようございます。おはようございます。元気いっぱいって書いてあったけど、本当に元気いっぱいの皆さんに会えて嬉しいですよ。私どもの宮前国民学校は435人の生徒が一つのお寺にお世話になった。戦局の悪化を受け、昭和19年の6月から東京の国民学校初等科3年生から6年生は集団疎開をすることになった。政府の方針は原則親戚を頼る縁故疎開であったが、それが不可能な子どもたちを
集団で疎開させるというものであった。昭和19年8月、宮前国民学校の児童は奥山の宝光寺に疎開した。当時の教員の中に、その後写真家として大成した中村立光がいたことから、宮前の疎開の様子は数多く写真に残されている。それでね、その間にこの奥山の国民学校をお借りしたので、それがここにあるこれです。私ども大変お世話になりましてね、こんなのご記憶かもしれません。これは馬跳び、みんなこんなのする、今あんまりやらない。こういう遊びで共通してるもんなんだと思う？お金がかからない、何がなくても遊べるのね、体だけあれば。子供って遊びの天才なのね。私どもはね、この奥山でもって受けたご恩を決して忘れません。どうしよう。家に帰ったら、お父さんお母さんに聞くよりもおじいちゃんおばあちゃんに聞いて。当時の記憶を伝えるために、中野さんは宝光寺で夏の間中学童疎開展を開催した。私が中野さんのもとに伺ったのは、暑い夏の日、山の上にあるお寺に登るだけで息切れするほど、子どもの足だと随分遠く感じたと思います。ここへ来た時に、当時のね、館長さんが、うちには石の羅漢さんがね、500羅漢さんがおるけども、今日はね、生きた羅漢さんが見えた、用意なさったって言ってね、歓迎してくださった。それを子どもたちは忘れないの。お寺のあちこちにいる羅漢さん、子どもたちのことを羅漢さんと例えたという奥山の住職さん。宮前の子どもたちはその言葉の通り、奥山で大切にされたそうです。でね、羅漢さんの中にはね、自分の大事な人のね、顔に似たものがいるって昔から言われてたんですって。で、子供たちはね、その羅漢さんの中にお父さんやお母さんを探したわけ、うん、でもやっぱり薄気に悪かったんじゃないかな、うん、うっそうと茂ったね、木の下にあって物言わないね、うちの羅漢さんというのは子供心に怖かったのよ。もっと木がうっそーと茂ってたでしょ。それでね、この先にあるのは何だろうって思ったけど、先生がめったのとこ行っちゃいけませんよって言われたので行ってない。学童疎開体験を聞くと、多くの方々がいじめや空腹の記憶を語り、とにかく辛い経験だったと語られました。その中で中野さんの話は異例だったと思います。宮前の子どもたちを歓迎していたというのは、奥山の方の話からも伺えました。お母さんは学童疎開の子どもたちがこっちに奥山に来た時に、はい、奥山に住まれてた、うん、そうなんです。村へ子どもたちがそれぞれ分かれて、あの家庭訪問、子供たちがほぼの家へ行った。
まあ、そういう小さいから私もよく分かんないけど来てくれて、ほんで食べるものも何にもない時代だけど、お札もふかしたの、今日は来るっちゅうことで親がふかして、ほんで可愛い子たちが来てそのお札も分けて食べたり、ここへ来てお互いに思いやりしながら助け、その時代のことを思うと本当にちょっと胸がねいっぱいになるけど。本堂の中に入ってきましたけれども、こちらでは中野さんの念願だった自分が学童疎開した場所で自分の展示品を、そうね、こんなにねありがたいことはないです。本当に嬉しいと思う。皆さんにね、あの大変お世話になったこの場所で皆さんに体験をお話しできるっていうことはね、なかなかあることではない。でも見てこの嬉しそうな顔、ね、本当に嬉しそう。お母さんどこですか？楽しそうみんな本当に楽しそうですね。中村立子が撮影した写真の中の子どもたちの笑顔は当時の暮らしを物語っています。それでも夜になればお父さんやお母さんが恋しくて帰りたいと泣き出す子がいたり、お腹いっぱいにご飯を食べたいと願う子がいたり、疎開生活は子どもたちにとって幸せな暮らしとは程遠いものだったそうです。昭和20年5月24日疎開から戻った子どもたちを待っていたのは城南空襲。山手の空襲とも称される凄まじい戦火によって品川は一夜にしてその姿を変えた。城南空襲による被害は甚大だった。当時2つの区に分かれていた品川、そのうちの一つ荏原区は死者285人、被災者1712人、町のおよそ7割を焼失するほど壊滅的な被害を受けた。5月の25日の朝で、ここら辺が焼けたのが5月の24日から5日の朝にかけて、本当に考えも及ばなかった。何にもないんだもん。品川の駅にね、荏原区役所罹災につき移転って書いたね、紙が、こういう紙がこう貼ってあるのよ。でその紙はね、まああちこちに貼ってあったから、ああ荏原区役所焼けたんだなと思うでしょ。それで大井町まで来たら大井町線が普通なの、焼けちゃって電車は動かない。どこもない、何にも建物がないでしょ。でうちにはね、大きなね椎の木が3本あったのね。でその3本の椎の木と父が使ってた熊平っていうねメーカーの金庫があったの。子供の背丈ぐらいの大きい金庫、それが残ってたので、ああここがうちだなって分かったのね。そしたら防空壕の蓋開けて歯が出てきたでしょ。ほんとただいまも言えなかった。嫌だね、本当にあんな時代は二度とごめんだわ。7月の初めだと思った、これ写真撮ったの。その前にね、文系の大学生はみんな出陣してたのね。兄はね理系だったから、それで遅れたわけ。こんなんか私だけよ今残ってるの。本当に今まで知らなかったんですけど、ここ最近でいっぱい戦争のことをいろんな方に伺ってるんですけども、こうやって伺っていくことで知らないことがどんどん分かってきて、ね、今当たり前と思ってることが本当に大切なことなんだなっていうのが
こうやってお話できて実感できたのでそのために私たちはね、本当に楽しかったことだけじゃなくて、辛かったことも嫌なこともね、みんなお話をしようと思って、正直に話をすることが大事なわけ。それが伝わるってことだと思うのね。平成27年、学童疎開の縁がきっかけで、宮前小学校と奥山小学校は姉妹校の締結を結んだ。輝く笑顔、住み続けたい街品川。その中心にはその時代を象徴する子どもたちの笑顔があります。あの日戦争を体験した子どもたち、その記憶は風化させることなく、今を、そしてこれからを生きる子どもたちに伝え継いでいかなくてはなりません。